近年ありましたね。ジミー・ペイジって名前があって出なくて、お金返した事件。あ、それはカットしていいけど。いやいや、いいんじゃないですか。本当なんです。うん。それはね、かわいそうでしたね。ジミー・ペイジが悪者になって。なって。最初から出ないって言ってたんでしょ。言ってたのに。真相をご存知ですか、店長。よく知ってますよ。これは話せる話。いや、話せるでしょう。だってもう、それは、だって、ポスターとか、二人の共演とかってもう出てたわけで、でみんなはあれって去年の話だっけ？一昨年になる？うん、なんだっけ？どういうクラシックロックっていう雑誌のなんか泡を出てその授賞式で、うんうん、いろんな人が来て日本でその授賞式をやって演奏もするし賞を渡したり、まあ、受け取ったりとかプレゼント。そこになぜジミー・ペイジが現れた？え、なんか賞を受賞したジミー・ペイジがしたんじゃなくて、ジェフ・ベックが受賞したのをプレゼンターとして来た。だから、ね、ジョー・ペリーがいたんですか、うんうん、ジョー・ペリーがいた。で、ジョー・ペリーを見て、ちょっとなんていうの、ジミー・ペイジと勘違いした人がいたとかいうのはちょっと聞いたけど。それはないでしょ。いや、ちらっとね、遠目に見たらね、とかいう話を。ジョニー・デップも出たしね、あの時。あっ、言ってた。なるほど。で、ジミー・ペイジは最初から、弾きませんって言ってたらしくて、だけどもそのポスターとか告知を見てみんな共演っていうのは当然一緒に弾くだろう。ああ、なるほど。周囲が勝手に誤解しちゃったわけ。でもまあそのやりますみたいなのを告知しちゃった。告知してまあすごく高かったんですよね、チケットが10万円とかしたのかな。ああ。だからまあそれで大騒ぎになってお金を返した。まあ、それでアームズはね、うん、あ全く情報がないから本当に出るのかどうかもわからないし、うん、でも出たとしても3人が一緒に弾くっていうのもわからない。本当に弾くのかどうか、どういうコンサートの進行とかもわからないし、だからもう 見ながら、あ、なんかジェフ・ベック、やっぱりジェミー・ペイジは最後なんだ、ジェミー・ペイジ本当に出てきたみたいな。で終わったらゾロゾロみんなが出てきて3人が同じステージに立ってしたから、で、あの超絶速いレーダーを、うん、なんかね、何曲かやったんですよ、アームズは、うん、あれ、なぜかストラト持って出てきたんだよね。違ったっけ？テレキャスだっけ？なんだっけ？ジミー・ペイジ？うん、レスポールじゃなかったような記憶がある。 DVD になってるよね、うん、なってる。確か家にあるんだけど、なんか記憶がない。うちにもありますよ。バザンのピザロードやったら気をするのかな、違うタイミングかな。よっぱい、一応ね、ステアウェイトヘブンもインストでやったので。あ、そうだ。それはジミー・ペイジのセットの中でね、うん、あのデスウィッシュっていう、当時日本大ロサンゼルスっていうなんかサントラの音楽をやったので、うん、セッペリン解散もそれをやったりしたんだけども、うん、サイモン・フェリックスがドラムでね、うん、でもあの時にアンディ・フェアウェザローが出てるんですよね。お、別にね、一緒か。そのハウスバンド的な感じで、で、あの時にあれがアンディのなんか人生のターニングポイントだった。あ、それで見初められたの。それでいろんなツアーに誘われていくような。クラプトンに最初ピンクルード、うん、ロジャー・オードスとかね。だからアンディはすごい60年代にアイドルをやっていたんだけど、アイドルの底面コーナー。詳しいですね。読むの好きだ。それで、それがもうダメになって、そしたらある時、グリーン・ジョーンズっていう有名なエンジニアがいるんだけども、その人とすごく仲が良くて、一緒にある時、コカイン。グリーン・ジョーンズじゃなかったっけ？まあいいや。あ、そうそうそう。あのクラプトンのコカインをやってるし、のアルバムはグリーン・ジョーンズ。あと、この間の I Still Do。あ、そうだ。二人で、なんか昔話しながらやってる動画がいっぱいあの頃出たけど、グリーン・ジョーンズっていうのは結構、どんどんすごい、みんなに信頼されてる。セプリンなんかもそうだけど、オリンピックスタジオでよく知ってたから、うんうん、
で一緒にいた時にそのアームズの電話がかかってきて、あれグリーン・ジョーズが人を集めたんですね、その時のメンバーは。それでアンディにグリーン・ジョーズが「勝ったら出ない?」って誘ってくれて、あれ見てたらしい。でアンディがすごいグリーン・ジョーズに感謝したので、だからクラプトンともあの時なんかちゃんと知り合ったのかな。そこで気に入ってもらえたんだ、うん、多分。私はなんであんなとこに A 面コーナーのギタリストがこの場にいるんだろうってすごい違和感があって。でもさ、あれだよね、アンディ・フェアウェイ・ド・ローがクラプトンのバンドに入ったのってずいぶん後、ジョージだよね、うん、ジョージと来日した時が初めてだよね。あ、あの時か。でも、うん、アンプラグドで一緒に。あ、そうだ、あ、そうだそうだ。92年、ん ?92 年だっけ。アンプラグドはジャイニーマンツアーまではフィル・パーマーがやった。フィル・パーマーだね。で、その後にアンプラグドで一緒になって、ジョージとクラプトンと一緒に来日した時のサイドギターがアンディだ。フィルパーマー緑だっけ、緑のクラプトンで使ってる、うん、今どうしてるのか ね、何年か前にトニー・ビスコンティっていう、でビットボーイなんかのプロデューサーですごく有名な人なんですけど、まあ、自分でもベースを弾く人で、昔メリー・ホプキンっていうのを結婚してたんだけど、そのメリー・ホプキンっていうのがいたの、アップルからポールのお気に入りで出た、ケイスラーサラかな、ケイスラーサラとかね、たくさん弾いてくる。日本も万博の時来たんだけど、それでまあ、そのトニー・ビスコンティが来日した時になぜかフィル・パーマーがギターで一緒にやってる。なんかその話をなんかさ、最近ムックから、まあ、最近じゃないな、前回の来日の時に出たムックかなんかのさ、あ違うか、クラプトンと50人のギタリストたちとかいうのが、あん中にそこにフィル・パーマー、その記事が出たような、出てないような。天の声さんはその雑誌には参画していないんですか？多分してますね。でも愛読者じゃん。すみません、話も。あ、はい、すみません。アームズのこれ、うん、アンコールのレイラから始まって何をやったか。あの時に。ああ、そういう、あ、グンナイト・アイディーンやったね。あれが、グンナイト・アイディーンでロニー・レンが、こう抱えられながら出てきてロニーレンが歌ったんですよ。ああそうだ、うん、なんかその曲クラプトン I Still Do でまたやってるでしょ。グッナイトアイリーン、うん、高橋も、うん、入ってたっけ。入ってたと思う。こんなとこの曲やってるんだ。横道それちゃいます、ね、はいはい。 I Still Do の中に、うん、スパイラルっていう曲が入ってて、あの、PV っつうの、あの、ミュージックビデオが出てるんですよ。で、あの、クラプトンのキャリアを、なんだろう、時代ごとにクラプトンの写真をアニメ化して、こう、グニ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 って、見たことない。いや、見たことある気がする。なんかクリーム時代のクラプトンのイラストが来て、次70年のイラストが入ってみたいなのが来てて、でブルースツアーの時の写真が、実はなんかイラストがブニューって出てるんですよ。その写真を私が撮った。素晴らしい。その写真はね、意外と有名で、うんうん、第1回目の、ギターオークション、99年に開催されたオークションで、はいはいはい、その私が撮った写真のギターをあのオークションに出品されてたの、うん、でその横に証拠写真として使われたの。それが最初なんです。であれだよね、それってクラプトンが選んだっていう話だよね。うんと聞きました。もうハッピーじゃない。でね、その選択基準が指の形って言ってたんでしょ、うん。え、そうなの？弾いてる指の形で選んだとか言って、なんか言ってなかったっけ？言われたような気がする。そうだっけ？愛は忘却の彼方。すみません、関係ない。
まあ、たまたまそのアメリカのね、うん、フォトエージェンシーの社長が、うんうん、私の写真を見て気に入っていただいて、うん、で今度こういうオークションがあるから、そのギターを使ってたよという証拠写真として、私の写真を何点かその事務所の方に送ってくれて、それで採用されたっていう流れなんですよ。へえ、すごいね。じゃああれだ、なんか制作場合、青隊長の青隊長って書いてある。すげえじゃん。あれ持ってないですか、カタログ。カタログ持ってないって言うんだよ、うん、あとはロックンロールホールオフェーム。ああ、どこだっけ場所。クリーブランド。クリーブランドにね行ったの。ロックの殿堂っていう博物館があって、うんうん、そこで97年とかレジェンドで使った金色のギターあるじゃないですか。 あれがね展示されたんですよ。へー。でその証拠写真としてまた私の写真を使う。へー。というね、ちょっと自慢話です。いや素晴らしい。あれ韓国で撮ったんです。韓国行ったの、うん、一緒に行きましたよね。あ